ます。おはようございます。ここですよ、ここのお店の。オーナー。そうです。ね、いやもう皆さんのおかげで、結構あの後忙しかって。そう、ほんまに？はい、あの、小野里さんと、あの人が来てくれはった時も結構前になっててですね、これの影響でってことで、いやそれはないですね申し訳ないです、それはないです、これからです、これからです、あ、これからです、まあ何か分からへんかったんですけど、この辺さんとかでゆっくり話したいなと思ったのに、これらが A を持っていらんかも分からへん、まあ確かに、まあまあまあ、ね、人を呼ぶ人いてるからね、ですね、それはほんま助かりますよね、結構好調で、好調で、鍋屋なんかお前夏どうしようかなと思ったんですけど、ほんまに、でも安いね、びっくりした、ちゃんこ1人前900円から、そうなんです、あれね、でもそのチケット持ってきてくれたり、チラシ持ってきてもらったら750円まで下がりますんで、1人前チラシびっくりするなもんって感じやから1回行って1枚しか使われへんやん、全然大丈夫です、10万円持ってきたら食べてくれへんから、いや、ほんで今冷やしちゃんこっていうのをやってましてですね、なんか冷やし用の流行ってんね、冷やしももう冷やしですよ、ほんでちゃんこなんですよ、でも氷もガンガンぶっ込んで、で、あのごまだれにちょっとあのうまいタレをちょっと作ってですね、それをたっつけて食べるっていうのがですね、女子、プロレス女子の間で大人気で、そうなんや、それも1人前900円、900円です、はい、あっチラシ持ってきてもらったら750円で、兄さんチラシ山でもちょっと想像できへんわ、なんか、うん、ちゃんこで言うたらグズ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 いろんな具材を炊き込んで、ね、向こうのね、厨房で先にね、もう野菜を炊いてまうんですよ、うんうん、で炊いてもうた後のやつをですね、うんうん、もうその中に氷を盛り込んでそうなんですよ、だからあの豚肉とかも油浮くじゃないですか、その油をうまいこと取って浮かへんようにしてあるんですよね、その辺が難しいですよね、そうですね、頑張りました。なんかこの前のあの競輪のなんかあれはお蔵入りになったんですか、あれはダメですね、ちょっとよかったそんな時俺あれはちょっと不思議、七不思議だったんですね、都市伝説です、いろ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 、いやさ、そうじゃなくてこうプロレスやってるじゃないですか、プロレス、まあ、まあ、彼はやってないけど、そうです、やってないですけど、どっちが本業やねん、プロレス、まあ、どちらでもええわ、プロレスもほら、いろいろこうやってるじゃないですか、一生懸命ね、まあ、これはね、東成の区民ホールがなんかお前やってたよ、この前、そうやりました、この間区民センターでめちゃくちゃ入りましたね、あ、そうなんめちゃくちゃ入りました、入りました、あの、夜の興行があれやったんですよ、小中学生無料、あ、なるほど、ほんで60歳以上無料、東成区民の方、陸の区民の方1000円、ほんであのまああのそれも別に証明書持ってこいって言わへんかったんで、ほとんどがですね、ほとんど無料で入ってる、無料で、もうそれはもうほんまにね、たまにこう夏休みの企画としてね、みんなを見せてあげようみたいな、はい、普通のこいつからメールが届いてて、で多分ね、それはみんなに送ったメールが俺のところにも、そうなんですよ、ね、みんなに送ったメールが俺のところにも来てんねんやろなと思ったんやけど、東成区民やし、なんかキーポイントに送ってきよったんかなとか思ったら、そうですよ、もちろん東成区民1000円、子供だなって書いてあるから、これ行こうかなと思って、行く気になってたんですよ、子供らちょっと学校の事情でちょっといろいろなって遅かったから、でもその時行けへんから、ね、万引きかなんかしようかな、なんでや、万引きすんの親や、気になってて、うん、まあ、その次の日に、まあ、ちょっとバーベキューしてたよ、あるところで、やってました、あれうちの小学校の、え、なんでそんな知ってるんですか、知ってるよ、そうなんです、ね、あれ、そのだから名前は出していいのかどうなのか、別に悪いことされてしてるわけじゃないし、そう、この間のその競輪の選手みたいなことにはならへんやろ、あれそう、あの鶴橋の、うん、あの青果市場の、はい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 、卸屋さんがあったんですけど、うん、そこにですね、ある議員さんの、はいはい、あのすごい有名な議員さんも来てて、それからお前なんか持ってるわけじゃないし、何もするわけじゃないから、何もないですよ、別にそれは普通に言ってないじゃないですか、まあ、自民党 の, あの議員さんの、それは衆議院参議院、あの参議院への、参議院選挙の決起集会みたいなところでですね、ああ、もうこの選挙あった、そうです、あったやつ、その前の前のやつ、地域の人なんです、小学校で子供らもだから同じ小学校におるんですよ、そこでやらされたんですよ、プロレスをですね、え、あれ毎年やってんじゃん、毎年やってますよ、はい、毎年呼ばれて、あの気合を入れに行くっていうことでやってたんですけど、そこにですね、中山外務副大臣っていう方が来られてまして、中山康秀、康秀さんかな、あの人が来られてましてですね、実はその橋本さんと揉めたちょっと直後やったんですね、橋本さんに訴えるとか訴えられへんとか、大阪の市議会から訴えるとか訴えられへん、次の日ぐらいやったんで、僕らも言いににくかったんですよ、先生、あ、なるほど、なかなか言いににくかって、これほんで、え、あの人でお父さん中山太郎の、かそうです、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 だから結構そのめちゃ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 サラブレッドやから、そうなんです、ほんでそれであの毎年恒例議員さんにチョップしていくっていうあれがあったんですけど、選手が、はいはいはい、ほんであの普通の区議
会議員とか市議会議員はもうバッチバチ行ったんですけど、中山さんの時だけ SP 的な人が出てきて、なるほどなるほど、あのお願いしますお願いしますちょっとお願いしますっていうところがですねやっぱりそこは地方の議員と国会議員の差なんで、やっぱ代議士さんはやっぱり代議士扱い的な感じで、でもバッチン入れたんですよ。それがちゃんと自民党のそのホームページ的なやつに載って、はい、もう御堂君がまたバッと行きましたね。それをせっかく載せても、中山さんはええけど、はい、その主催してはった東側の区民の人の、そう、誰名前で言うで、徳永先生ですね。徳永先生、結構僕らの活動にですね、ちゃんとそうです、徳永先生は、はい、僕らの活動に非常に、そうね、力貸してくれました、はい、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっとだけこう落選してた時期があったんです。その時にうちの小学校の PTA の会長やってたかな、なんか役員してあって、うちの嫁さんも PTA の役員してたから、うちの嫁さんもようメールで参加しませんかっていうお誘いは、あ、もうその時もちゃんとやってやってた、ね、去年ぐらいからも来て、わしだから来年ぐらいそっと顔出す、ほんまお願いしますね楽しいですよ、うん、はい、顔出す何やってちょっと上げたからね、ちょっと上げたってことだったら、江戸では勘弁にて、もうええわ